こんばんは、チューリップラジオです。皆さん、3連休の最終日いかがお過ごしだったでしょうか。私はこの3連休実に2日間お家におりまして本当にちょっとどうなることかなと思ったんですけども、でも3連休はどこも混むからお家で過ごすのが一番ですねっていうお優しいコメントいただいて、それもそうだなと思ってすごく気が楽になりました。ありがとうございます。そして今日最終日だったんですけれども、今日ようやくね、王子がちょっと体調が、持ち直しまして、私も、もうね、もう最終日ぐらいちょっと、出かけたいなと、リフレッシュしたいなっていう気持ちになりましたので、今日はね、まあ、ちょっとお出かけしようということになりまして、でもそんな全然大したことは何にもしてなくって、割と近場で、済ませたような形なんですけれども、2、3日ぶりにね、外出して、で、それで、それだけででも嬉しかったですね。それだけでちょっと2日間なんかお家にいたので、お出かけできて、すごくリフレッシュして、幸せを感じました。すごいなんかどんどん幸せの沸点が低くなってどんどんなんか幸せの沸点がいいことですね、低くなってきてるかもしれないですね。私昔はね、もっとなんか派手なことがしたかったというか、もっとなんかデートしたっていうデートがしたくって、最初の結婚して何年かぐらいは結構デートらしいデートを多分していて、なんか毎週結構ちゃんとしたレストランとかコース料理みたいなの食べに行ったりとか、こうなんかこのデートっていうデートをなんかやりたがってたし、してたような気がするんですけども、まあ母のことがありまして、すごくガラッと生活が変わりまして、ようやくその王子と夫婦らしい夫婦というかね、近い距離で生活をするようになって、で割とここ最近ね、すごくなんかそういった幸せの沸点が低くなったのか、ちょっとわかんない、感覚が変わってきたのか、もうちょっとなんかそんなに遠くに行きたいとか、なんかすごいなんか特別なことがしたいとかっていうのが、もちろんね、たまにはしたいなと思うんですけども、そこまでなんかもうちょっとね、むしろちょっと面倒だなとかも思うようになったりとかして、なんかむしろそのなんか近場でご近所とかでなんかすごい気楽にね、なんかこう何気ない幸せを感じるみたいなのもすごい、なんかむしろすごい楽になってきて、よくなってきたんですね、ここ最近。まあそういうのが続くとね、まあまたちょっとデートらしいデートがしたいと思う時がまた来るかもしれないんですけども、わかんないんですけども、今はなんかすごい、それがなんか楽でして、もうすぐ帰れて楽だしね。なので、今日はですね、そんな感じ、もすっごい寒かったし、もう最初ね、本当はね、ちょっとリフレッシュしたくって、お散歩したいなと思ったんですね、王子と。ちょっと歩くといいじゃないですか。歩くとすごくこうメンタルが整うって思いません？私も母のことがあって、すごいなんかずっと体に力が入んなくって、死んだように家にいた時期があったんですけども、クラゲみたいにずっと家にいて、ずっとこうネットショッピングしてるみたいな本当にちょっと今考えたらやばいんですけどもね。で、毎日なんかいろいろ届いて、王子が青ざめるっていう本当にまたなんか買ったのみたいな感じの時があって、本当にね、今思うとすごいホラーなんですけども、そういうちょっとね、ネット
ショッピング依存みたいになっちゃった時とかもあって、まあそうしたなんかいろいろね、それで買った溜め込んだあのお洋服とかもあったりして、時々美食女ライブで着てるんですけども、あのいろいろねネットショッピングしたお洋服とかもあったりとかして、でなんかそういうでもその時はなんかそういう風にしてないとちょっとね、あの精神状態っていうのかな、母のことがこうあまりにも衝撃すぎてショックすぎて耐え難い悲しみ苦しみ寂しさでありましたので、なんかそういう風にしてないとなんかちょっとまともでいられないみたいな、まともじゃないですけど、すでになんかそういう時期があったんですね。そうあ、なんか何を話しそうと思ったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、まあそういう時期はありました。でそれでね、今日はね、そう、もう、そうだ、ごめんなさいね、今すごい急に頭がワープして真っ白になっちゃったんですけども、なんで話そうかと思ったかって言ったら、でまあそういう引きこもりみたいな時期を超えて、なんか歩こうっていう気持ちになんかなった時があって、で外に出てもうひたすらこうなんか行けるところまで歩いてた時期もあるんですね。そういうのをちょっとだけ少しだけまあ越えたり戻ったりしながら大外をねこうずっと歩いてた時もあって、もう行けるところまで歩けるところまで無心になって歩くっていうね。でもその時まだなんかこうね、マスクとかコロナでずっとマスクしてなきゃ お散歩でもねっていうような時期で、すごいそのマスク、私お肌弱いのでマスクでかぶれちゃうので、すごく息苦しくはあったんですけれども、でもすごいずっとこう歩いてるとなんか楽になるっていうのかな、すごく気持ちがニュートラルになって、なんかちょっとメンタルが整ってくるっていうような感じがあったんですね。なので今日も本当はね王子と歩きたいなーなんて思ってたんですね。なんかもう特に人混みみたいなところに全然行きたくなくって、特にそのおしゃれなところとか人混みみたいなところも全然行きたくなくってでそれでただなんか一緒に仲良くただ歩きたいなっていう感じがしてたんですね。なのでそうしようと思ったんですけども、全然雨でめちゃくちゃ寒くって、雪がね降らなかったってね、関東ね雪大丈夫だったって心配してくださった方ありがとうございます。雪はね、私が見る限りでは私の時間帯的な感じではなんか雨な感じで、もしかして降ってた時あったのかもしれないですけども、私が出た時は雨っていう感じだったんですけれども、なので雨だってなって、しかもすごい寒いねってなって、で2人ともカイロを貼ったんですね背中の風紋ってわかります？皆さん背中のね背骨が通ってると思うんですけども、背骨の一番上のところ、首、ちょうど首の下のあたり、首と背中のつなぎ目のあたりっていうのかな、後ろのね、そこ風紋っていうツボがあって、これ母に教えてもらったんですけども、風邪をひきかけた時にここにね、やけどしない程度にドライヤーの温風を当てて温めたりとか、この風紋にカイロを貼ったりすると、風邪の引きかけとかだとそれだけでちょっと良くなったりとかするんですね。なんか温めるようなツボ、風邪のツボとか温めるようなツボがあって、なのでね、私と王子はちょっと寒い時とか危ないなって思った時はこう風紋にカイロを貼るようにしていて、なので二人とも風紋にカイロを貼って、あともう一つのツボがおへその下のへそ下三寸ってわかります？おへそに手を当てて、指が、指3本分ぐらい下のところ。そこが、丹田っていうツボがあるんですね。おへそのちょっと下のあたり。そこもね、すごく温
めると体全体が温まっていいんですね。なので風紋と丹田にカイロを貼るんですね。そうするとね、すごくね、サンドイッチでもう前から後ろからポンポンって両方で挟むみたいな感じにして、ちょっとね、貼る位置はその背骨の上のところとおへその下のところで位置は違うんですけども、表と裏と貼るとすごくね、体が温まるんです。うん、ちょっとした風邪とかだったら、風邪ひきかけぐらいだったら治っちゃうかも。なのでそのツボに2つ貼るんですね。ちっちゃいミニの貼る回路を2つ貼って、なのでまあ2人とも風紋と丹田にね、だから計4枚いりますね、回路が。で今日ちょうど回路が全部ねなくなったのでまた注文しました、アマゾンで。なのでまたすぐ届くと思うんですけども、回路をね切らさないようにしなきゃですね。寒いのでね、風邪ひいたらもっと大変なことになりますからね。なので、カイロを貼って出て、でも雨だからね、傘さしてね、お散歩もねっていう話になって、寒いしね、ほんと寒かった。うん、でそれで、もうなんか、ね、お茶しようってことになって、2軒ぐらい、行ったけど、情報なんかいっぱいだったりとかして入れなくって、はい、まあもう一軒行って、ちょちょっと待ってて入れて、で、それでそこでね、ちょっと、まあ、比較的ゆったりできるところだったので、まあ、最終的に良かったなと思って、そこにして良かったなと思って、で、まあちょっとチートデーなんですけども、ケーキとかね、小麦粉とかをなるべくなんですけどもね、ゆるく控えてる感じがあって、二人とも。でも今日はね、なんか王子が、ちょっとなんかチョコレートケーキみたいなのがあったんですけども、それをなんか、ちょっと前から食べたいねって言ってるのがあって、私はもう一人で食べちゃったんですけど、一人の時に行って、一人で食べちゃったんですけども、王子まだ食べてなかったので、それなんか食べたそうにしてたのでね、いいよいいよって言って、もう食べたらって言って、で、それで、まあ、そのセットみたいなのにして、で、私はもうそれちょっとだけもらえばいいからって、私はその丸々1個はもうケーキ、あんま食べたら良くないので、まあ、王子のね、私は一口もらったらいいからっていうのでね、王子のケーキを一口もらって、私は普通にね、こう、紅茶でね、アールグレーとかでお茶して、で、王子はそれとね、コーヒーとか飲んでね、ちょっといいやつ。あ、ちょっとブルーマウンテンとかかな、なんかちょっといいやつを、ちょっとだけ、それ単品で取ったかな。うん、で、それを、まあ、二人で食べたんですね。食べて、お茶してっていう感じで、で、それで少しね、リフレッシュできました。よかった。ね。なんかこう、で、お家でお茶もいいんですけれども、お家でね、お茶したら、全然なんか、好きなハーブティーとか飲んでね、いいと思うんですけども、やっぱなんか外にちょっと出て、お外でね、お茶するとなんかでも、リフレッシュできるっていうか、気分がちょっと変わりますよね。はい。なのでね、そこでどれぐらいいたかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、1時間か2時間ぐらいいたかな。あ、ずっと私だけが喋ってる感じもあったんですけども、なんか私がこうずっとなんか喋ってて語ってて、王子がそれをなんかすごいこう息を飲んで聞いてるっていう感じ。だったんですけども、まあ、いつも同じようなことばっかり話してるんですけども、結局いつも同じようなこと話して、で、王子がすごい真剣になんか私の話を聞いててっていう感じで、多分、1、2時間過ぎて、っていう感じだったんですけども、でも、リフレッシュできたねってなって、いろいろ私はこうなんだろう、いつも同じような話しちゃうんですけども、自分の気持ちみたいなのを、今の心境みたいなのを話したりするんですね。スイッチが入ると話しちゃって、でそれをこう王子に聞いてもらうことで、なんかこう、今自分が思ってることとか、今のその自分のそのいる場所とか、今の心の状態とか、
なんかこうそういうのを確認するっていうのかな、うん、自分が今こういうふうに思ってるとか本当はこうしたいとかっていうのを確認するっていう感じで、そう今日もなんかいろいろ語ってたんですけれども、でも私まあ今日も結局ね、でも YouTube やることになってよかったっていう話をしてて、こうやってね本当になんか私はね、一般、本当は一般人なんですけれども、で芸能人とかでは本当はないんですけれども、でもまあ皆さんのおかげで YouTube の中で覆面だけれども覆面アイドル的なプチアイドル的な感じに本当ねさせていただいて、本当にファンって言ってくださる方たちができて、すごいやっぱ嬉しいっていう、結局いつも言ってるんですけどね、いつも同じことなんですけど同じこと何回も言って、そのためにオージーも初めて聞くみたいな感じで聞いてくれるんですけれども、なのですごいそれを嬉しいっていう感激っていう話を私が延々としてでオージーもね、まあ、いつも聞いてるんだけど、そうだねそうだねって初めて聞く感じで、そうだよねそうだよねって聞いてくれて、なので、まあ、母と一緒にいた時はすごいなんかぬるま湯に浸かってるみたいな感じで、温水プールで2人でじゃれてるみたいな感じで、なんかすごく幸せな状態ではあったし、王子がいてくれて母がいてくれて、で私がなんかね、なんか白いプードルみたいな感じでなんか2人に挟まれて可愛がられてて、なんかすごく今思ってもいいなと思うし幸せな状況だと思うんですけど、3人でカラオケ行ったり外食行ったりとかして、すごい甘やかされた贅沢な状態だったと思うんですけども、でもなんかが足りないっていうか、自分の中では自分が幸せな場所にいることは理解してるんだけれども、なんかがこう自分の中で足りない、なんかねえ欲求不満じゃないけど、なんかそういう何かが足りないっていう感じがあったんですね。すごく贅沢な悩みなんですけれども、でやっぱすごい、まあ今それがこう説明できるっていうか分かるんですけども、自己表現がしたかったんだなって思って、まあ、母はこうすごいいいお母さんなんですけども、やっぱりすごく心配性で、やっぱりその母の価値観の中でしか私がこう生きられなくなっちゃうっていうところがあって、やっぱ母がこう心配したり嫌がることはなんか足を踏み出しにくいっていう精神状態があって、でなんかなんとなく母と一緒にいたら全然寂しくないし楽だしいいんですけれども、なんかちょっとたまにこうなんかそうですね、なんか何かが足りないとかちょっと息苦しいなって思う時があったりとかして、贅沢なんですけれどもね。だから私は私をやっぱり生きたいっていう風に多分ずっと思ってて、私は本当はもう自分がやりたいように多分やりたい人間で、だけれども、まあ、母といったらこう、母は別に私をなんだろう絶対にがんじがらめにするわけでは全然ないんですけれども、子供の一応自己、子供の気持ちを尊重してくれる方の母親ではあると思うんですけども、まあ、でもなんかこう、やっぱり母がやりたいように私がやってしまうっていうのかなっていう状況があったりとか、まあ母も結構こうした、こうしたい、こうしてほしいっていうのが割とはっきりはしてはいるので、それに私がこう影響されてしまったり飲み込まれてしまうみたいなところがあって、なんか自分の殻から抜け出せなくって、安全なんだけれども、安心安全で寂しくないんだけれども、本当はもっと自分がやりたいようにやりたくて、自分が主人公になれる人生を本当は歩みたくってっていう感じがあったんですね。でも母といったら結構その母と一緒の人生の中にいて、結構どっちかっていうと母が主人公な感じっていうのかな、母に私がこう合わせて伴走してるみたいな感じがあったので、この YouTube も絶対に母は心配して危ない危ないって
今まで何回も言ってるけど、危ない危ないっての声だけでも姿を出してなくっても首から下だけでも体の感じとか雰囲気とかがわかるし、服装もわかっちゃうし、顔が見えてなくっても声とかもわかっちゃうし、だからやっぱり危ないって多分言ってね、そういう風に言われちゃうと私もあんまりやりにくくなっちゃうし、あんまりそんな自分のことをそんなにいろいろ話さない方が危ないからねってなんか、言いそうな感じもあるので、結構母はそういうところはちょっと保守的なので、すごく楽しい明るい人ではあるんですけどもね、なのでそうするとそうなると私もちょっとやりにくくなってしまって、多分絶対こんな風に YouTube できてないと思うので、でも今はなんか好きにようやくなんか自分がなんかようやくやりたいようにやれるようになって、それを多分私はすごいずっと絶望してて、多分それがなかなか中途半端な感じで今まで叶えられなかったのでモヤモヤしてたのかなっていう風に思ったんですね。なので今は、王子も全然この YouTube もむしろやれやれっていう感じだし、全然私を止めてこないし、否定してこないし、そんな、誰も私を今止めないのでね、で、皆さんも私が好きなようにやればいいって言ってくださってて、王子も基本的にこの私の好きなようにさせてくれる感じなので、なんかようやく、母が別にこう意図的に私をこう抑制してたとかでは全然ないんですけれども、いいお母さんだと思うんですけれども、でもね、なかなか、説明が難しいんですけどもね、ちょっといろいろね、私もブレーキがかかってしまったり、母寄りの人生みたいな感じになっちゃってたので、こう自分の意思でこうすごく生きるっていうことが知らず知らずのうちに本当はそうしたいのにできにくくなってたのが、こういう風になって、なので急にね、荒波っていうのかな、人生の大会に放り出されたような感じで、今までその母がいなかったら逆にどうしていいか分かんないみたいな感じ、今までずっと母と一緒に生きてきて全部を一緒に選んできたみたいな感じなので、自分のやりたいようにやりたいと思いながらも最初もう急に放り出された感じがして、どうしていいか全然分かんなかったんですけども、最近ようやく3年以上経って、で YouTube も始めて、なんかようやくね、自分が今やりたいようにやれてきてるような感じがして嬉しいし、自己表現ができてて嬉しいし、この YouTube っていうのは本当に私に結構合ってるのかなって思うんですけども、マイペースできて、やりたいようにできて、やりたくなければやらなくていいし、すごい自分がやりたいように、本当に自分が主役になってやりたいようにやれるので、すごく私のこうやりたかったことがなんかできてるっていうような感じなんですね。なのでその部分ではすごく満たされていて、母がいないのはすごく今でも悲しくて寂しくて、今日行ったところも母と結構ね、よく来て行ってたりしたお店とかで、あの席に座ってたなとか、あの時はまだね、生きてたのにとか、こうしてればまだとかっていろいろ思っちゃったりもするんですけども、でもあの時の私と今の私ではやっぱり、結構その内面的になんかこう全然違う感じがするし、雰囲気はそんな変わってないかもしれないんですけども、なので、今こう失ったものもすごく大きかったですけれども、母は私にとってすごいなんか絶対的な存在というか大きい存在だったので、すごい喪失感とかは半端ないですけれども、寂しい時も今もいっぱいありますけれども、でもそれと引き換えに、でも自分がこう渇望してたものを手に入れた
ような気もしていて、自分がこう自由に自己表現をしたりだとか、自分が主役になって何かをしたりとか、うん、自分の個性を打ち出して、でそれで皆さんの心に響いてもらえるすごいそれ私幸せで、うん、そう、私が今日もね、私が朝歌ったんですけども、歌ったらすごい私のね声を朝から聞けてすごい嬉しくなったとか、ご機嫌になったって言ってもらえたりとか、いつも癒されてますって言ってもらえたりとか、うん、なんかそういうのがすごく私的にはすごい嬉しくって、うん、やっぱやりたかったことなのかなって思ってて、うん、そう、自分のそういう発したことによってこう誰かしら皆さんの心に何かしらこう響いてもらえるとかね、癒されてくれるとか元気になってくれるとか、なんかそれがすごく嬉しいですねそうなので、うん、今まではこう結構受け身のことでは完全にいろいろ今までその何か自分のその足りないところを補うためにすごいもう演劇にはまりまくって、感激にはまりまくってね、それこそすごい無駄遣いしちゃったかもしれないんですけども、めちゃめちゃ感激を狂ったように見に行ってた時もありますし、うん、なんかコンサートに、いろんなアーティストのコンサートに行ったりだとか、なんかそれはそれで、うん、まあ良かったんですけれども、なんかそれだけだと私の場合はなんかこう、完全になんか埋まらないっていうか、ものがあって、やっぱ自分が何かしたかったのかなと思って、自分がその発信する方がもしかしたら合ってるのかなって思ったんですけども、その人、それはどっちがいいかっていうのはその人それぞれだと思うんですけど、私の場合はね、そうだから、それが今できてるので、すごいその部分ではすごく満たされてるところがあってね、なので今は今で幸せ、母がいないことはすごく悲しくて辛いことではあるけれども、でもなんかその自分がその渇望してたものが、ところがなんかこう、満たされてるような感じがあって、それがなんかこうちょっと実現したみたいなところがあるので、それによってこうなんか生かされてるというか、心がその今までちょっと埋まらなかったところが埋まってるみたいなところがあって、なので今は今で自分を肯定できるというか、幸せっていうふうに思える。で、皆さんは皆さんでそのままの私が一番いいって言ってくださったり、好きなようにすればいいって言ってくださるのがすっごい嬉しいですし、まあ王子もそういう感じなので、なんかその意味ですごく今は今で、なんか気づいたら幸せなのかなっていう、まあ、でさっき話したみたいなことをいつも同じようなことばっかり言ってるんですけども、今日もその王子にさっき話したようなことをずっとこう話して披露して聞いてもらってたんですね。でも王子もいつも本当懲りずに飽きずによく聞いてくれるんですけれども、いつもすごい真剣に、目を大きく見開いて真剣に聞いてくれるんですけれどもね、そういつも同じようなことを言ってるのにね、なので、そうなので今日もまあそういう話をして、私がの方がほとんど喋ってるような感じがあったんですけども、王子もそのためにそうだそうだってそうだねってすごい真剣に聞いてね、すごいよねとか、よかったとか、まあ言ってくれるんですね、はい、なのでそれでなんか 1,2 時間多分過ぎてね、今もう30分くらいですもんね、このラジオでお話し始めてって感じだったんですね。でその後昨日私の一食所ご飯、皆さん見ていただけましたか？昨日はラインナップとしては私的にはお肉尽くしだったので、私にしてはお肉三昧の一日でした。
あの王子はね、ちょっとその体のことだったり喉の使いのことだったり、まあ、昨日ちょっと風邪気味だったりもあったので、あの夜はね、三重県のふるさと納税の美味しい、すごく、あの一口もらったんですけど、すごい美味しかった。お魚のちょっと種類はよく分かんなかったんですけども、白身のお魚で、なんかね、すごい鮎みたいな感じ。昔、あの鮎かヤマメか、なんかあの川魚を、あのちっちゃい時につかみ取りみたいなのに参加して、あの焚き火みたいなので焼いて食べる体験みたいな。父とかな、父と一緒になんかそういうのやってみたことがあったけど、それみたいな感じ、鮎のつかみ取り、鮎の塩焼きみたいななんか味で、すごい何の魚だったんだろう、すごく美味しかったんで、それ思い出しちゃいました。白身の身の引き締まったお魚で、川魚みたいな感じの味の、すごく美味しかった。それを王子にあの食べてもらったんですけども、で少し一口あの食べね食べるって王子が言ってくれて、すごい私が思ってることがわかるんだなと思ってそれありがたかったんですけども、食べたいなと思っちゃってたからね。なので一口もらって、すごい美味しかったんですね。塩をかけて食べたら、そう、三重県の魚美味しいですね。でそれで私はでもあの焼肉が食べたくって、短角牛のあのそう、あの第一宅配のね、あの赤身の短角牛をあの焼いてね、あの食べました。焼肉にしてすっごい美味しくって大満足でございました。大地のタレかな、タレも大地宅配の焼肉のタレみたいなのがあるので、美味しい焼肉のタレみたいなのがあって、それにつけて食べて、あとまあね、じゃがいもとピーマンもあったので、すごくあの美味しくいただいて、全然もたれなくって大満足だったんですね。で、肉豆腐、お昼は肉豆腐を作って食べて、その短角牛で、すっごいそれもね、美味しくって大満足だったし、すき焼きみたいな感じになっちゃったんですけど、すごく美味しかったし、あと朝何食べたかな？朝はそう、カレーかな？朝カレー食べた。うん、朝カレー、朝カレー食べて、それは、うまみ濃い豚の赤身だったかな、まあ、全部赤身なんですけどもね。でそれも美味しかったですし、それにちょっとチーズトッピングしてね。なので結構お肉、私はでもお肉三昧だったので、今日お魚が食べたくって、夜はねお魚食べて、私はねあのお魚のね煮付けを食べたんですけども、すごく美味しくって、で王子はお刺身にして、それもね王子もね全然あのくれるんですね、私に好きなだけ食べていいよって言って一つだけいただいたんですけどね、全部食べたらなくなっちゃうからね、おうちのが。なのであの一ついただいて、美味しかった、すごいそれも美味しかったし、おうちはあのちょっと普通のお味噌汁をちょっと違うお汁物に変更して、あのそれをまたあの好きなだけ食べていいよっていうので目の前に差し出してくれて、私がレンゲですくって食べたりとかしてたんですけどもね、それもあのまあ一口いただいて美味しかったですし、あのそんな感じのあの本当にあの何気ないデートだったんですけども、すごい美味しくって大満足で、あの帰ってきました。まあ正味3時間ぐらいかなそんなに長くない、3時間ぐらいのあのお出かけだったと思うんですけどもね、あのねリフレッシュできたし、美味しかったしで大満足だったんですけどね。それでこうやって帰ってきて、ちょっとのんびりしてあのラジオを撮っています。でも私当時はね、結構あの普段お家にいる時は意外にそんなにずっとベタベタしてないんですね結構ここで生きてるっていうか、あのお互いの部屋にだいたいいることが多くってそう、なんかずっと一緒にいられない感じもあるんですね。二人とも結構デリケートなので、二人ともまあ、 あの基本ちょっと人に気使っちゃう性格だったりとか、もして、割と親しき中にも礼儀あり的な感じなので、ずっとはあんまりずっとベタベタはしてるのも疲れるので、意外にもう帰ってきたらね、疲れてお互いの部屋に引きこもる感じなんですね。なのでその四六時中ずっといるってことは全然なくて、
お家にいるときは基本的にお互いの部屋にいる感じで、ご飯を食べるときとか、まあ、何か一緒に、例えばノンフィクションとかね、ノンフィクションとかよく一緒に見てるんですけれども、今日も 見ました。そういうなんか一緒に見たいテレビ番組があるときとか、ご飯の時間とか、なんかそういう時にお互いなんか出てきて合流するみたいな感じで、基本はお互いのお部屋にいるような感じなので、それで私はその YouTube のことをやったりだとか、こうやってラジオを撮ったりとか、歌を歌ったりとかしてるような感じです。でも、もうそれがまあ、でもずっとまあ離れてても寂しいんですけども、でもずっと一緒でもこう疲れちゃう、お互い疲れちゃうので、まあ私と王子はまあそれでなんとかこうバランスが取れてるのかなっていうような感じなのでね、全然一緒に家にいてもずっと一緒にいるとか、ずっとベタベタしてるってことは全然なくて、むしろ多分お互いの部屋にいる時間の方が長いかなっていう感じですね。なので今ももうちょうどもう3時間のお出かけしてずっと一緒にいたので、でも2人とももう帰ったら疲れてるのでそれぞれこうね、部屋にいて過ごしてるのがこうで休んでるのがちょうどいいっていう感じですね。今まあお風呂今溜めてるんですけども、お風呂溜まるまでの間ラジオ撮ろうかなと思って回しました。ではまあそんなところで特にたわいもないお話で36分経過したんですけれども、今日のアカペラチューリップラジオになだれ込もうかなと思うんですけれども、新しい暮らしサルーキー、今日これはなんとなく歌いたい感じがするので、歌ってみたいと思います。新しい暮らしサルーキー、ワン、ツー、スリー、フォー。テレビに利用されたり、ゲームに利用されたり、もうこんなのうんざり。僕らが欲しいのは、共に何かをやっていく気持ち。夫婦もそう、バンドもそう、家族もそう、イベントもそう、一緒に何かをやり遂げた時、心は満たされる。疑似体験やバーチャルはもううんざり。一度きりのリアルなこの人生をかけて、本当の命の感動を今すぐ体験したい。君と僕で始めよう新しい暮らし。昨日の続きじゃなくてさ、新鮮な気持ちで君と僕で分けよう、この素晴らしい世界を。何度でも生まれ変われるよ、その気持ちさえあれば。科学や機械の進歩が、今や人の仕事さえ奪い、もうこんなのうんざり。本当の豊かさはそこにはないよ、そうだろう。本当は誰もが知ってる、生まれる前から気づいてる、魂から求める幸せを。お金で手に入るお手軽な楽しみは虚しいだけ。笑っておくれよ、キスしておくれよ。嘘の入る隙さえない温かい本当の愛で、君と僕で始めよう新しい暮らし。
常識や世間体じゃなくってさ、混じり気のない愛で君と僕で分けよう、この素晴らしい人生を。何度でも言い続けるようで、会ってくれてありがとう。雪の降りしきる寒い夜は、一緒に暴風にくるまろう。忙しい朝の洗面台は、順番に仲良く使おう。痛いけな、痛いけな、けなげな、君のことをこんなにも、こんなにも愛してる。今ともに誓おう、永遠を、永遠を。はい、ありがとうございました。ちょっと私流で歌わせていただいたんですけれども、これ私大好きな曲で、新しい暮らし、ルックブック、ミュージックビデオ、再生リストのルックブックに、私はもう全部サルーキーの曲使ってるので、この新しい暮らしも今まで多分何度も使ってると思うので、多分私と王子の二人のその日常みたいな感じの、ルックブックに多分使ってると思うので、気になる方は、見てください。ルックブックから一覧でいろいろ出てくるんですけども、この新しい暮らしサルーキーの使ってるのは多分 2,3 回は使ってると思うのであると思います。はいね、これすごくいい曲で、なんかしみじみしちゃって、いいですね。これそう、ルックブックをすごい作るのにハマってた時期があって、今最近ね、なかなかちょっと、作れてなくて申し訳ないんですけれども、ごめんなさいね。最近なんか新しいのがあんまり作れてなくって、すごい作ってもすごい何ヶ月も前のやっとアップしたりとかもしてるんですけれども、ちょっと美食女ライブをすごい中心にやっちゃったりとかしてたのでね。またまあ余裕ができたら作りたいなと思ってるんですけれどもね。はい。でもすごい私、ほんと一時ルックブックにすごい、ミュージックビデオを作るのにすごいハマってた時期があって、今でもでも見返してみるとすごくなんかいいなって思うんですけれども、これをね、こういうのを、こういう音楽を使ってやっています。ね、新しい暮らしのこの歌詞がすごくね、いいんですよね。すごく前にこれ使った時にね、すごい合ってるねって言ってくださって、美食女様が嬉しかったんですね。二人の多分出てくる映像っていうのかな。二人が出てくるルックブックだったと思うんですけども、すごい合ってるって言ってくださって、すごく嬉しかったです。なので、なんかまた、思い出して歌いました。うん、そう、笑っておくれよ、笑っておくれよ、キスしておくれよ、嘘の入る隙さえない温かい本当の愛で、君と僕で始めよう新しい暮らし。常識や世間体じゃなくってさ、混じり気のない愛で、君と僕で分けよう、この素晴らしい人生を。何度でも言い続けるようで、会ってくれてありがとう。とかね、いいですね。常識や世間体じゃなくってさ、いいですね。混じり気のない愛でとか、嘘の入る隙さえない暖かい本当の愛でとか、君と僕で始めよう新しい暮らし。すごいこれが私当時にハマりますね。今までのね、母がいた時とはすごい変わっちゃったんですけれども、うん、母と三人でお出かけしてた頃とはいろいろ変わっちゃったんですけども、でも二人の暮らしを始めようって、新しい暮らしを
君と僕で始めよう新しい暮らしっていうのが、まあこうなってしまった、今すごく私の心に刺さっちゃったっていうか、うん、前から好きな曲だったんだけれども、すごくなんか今の自分たちに当てはまるというか、リアリティを持ってすごい響いちゃったんですね。なので結構ミュージックビデオにも何度も使っちゃってたと思うんですけれどもね。はい、でまたなんか今の心境にも当てはまる感じもあったので、また歌ってみました。今日のアカペラチューリップラジオはサルーキーの新しい暮らしでございました。サルーキーっていう再生リストも多分作ってると思うので、そこで私がサルーキーの歌を歌ってたりとかするのが多分入ってるんじゃないかなとも思いますので、まあ、ご興味がある方は見てください。いろいろね、アーティスト別にやってます。イエモンの再生リストもあるし、いろいろあります。アイコとかもあるしね、もちろん森高もあるし、なので皆さん好きなアーティスト、気になるアーティストのがあったら、そこから拾って見てもらえるといいなと思うし、そうですね、この私のチューリップラジオっていうのも実は結構最初の方からやってて、まだ全然登録者様が30人とか20人ぐらいの時からもやってたのかな、もう本当にそんな最初の方から、少ない時からやってたと思うんですけども、それもね、でも、結構みんな好きって言ってくださってて嬉しかったんですね。なんかいろいろ美食女ライブとかも好きだけど、なんかチューリップラジオとか、むしろなんかそのライブの後に私が話すのが好きってねありがとうございますね。今のファンの方もそう言ってくださる方いるんですけども、美食女ちゃんとかもそういう風に言ってくださった方もいて、トークが好きってね、歌の後に私が喋るのを聞くのが好きとか、ラジオ聞くのが好きって、それが一番好きって言ってくれてた美食女ちゃんもいて嬉しかったんですけれどもね。なのでなんかこんな感じの、何の台本もないトークなんですけどもね、いつも私は台本筋書きのないトークで、そんなにこう何喋ろうとかほとんど決めてない感じから話し出しちゃうことが多いので、自分でも今日はどんな感じになるかなって全然わからないんですけども、なので結構ダラダラ喋っちゃったりとか、まとまりがなくなっちゃうこともよくあるんですけども、それでもね、好きって言ってくれたり、そう、おしゃべりが楽しみとかね、おしゃべりに癒されるっていう風に言ってくださった方もいて、嬉しいなと思ってます。まあ、時々その何が言いたいか分かんなくなっちゃったりとかすることもあるんですけども、でも結構私なんか昔からこう独り言みたいなのも好きだったのかもしれないなと思って、一人でなんかこう、まあ、ブツブツじゃないけど、なんか結構こう、一人でなんかこう考えを整理するのにちょっとブツブツ喋ったこともあって、喋ったりすることもあったりとか、心の中でなんかこうトークするっていうのかなっていうのもなんかあったような気がするので、それを今まではそれ別にそこまで聞いてもらえる人はいなくって、まあ母に聞いてもらったりとかっていう感じだったと思うんですけども、今はでもこうやってその独り言みたいなのをこうやってラジオでも話せばいいじゃんっていう感じになって、ちょうどこう独り言が生かされる時が来たかなって思ってますなんかこう一人でこう対話してるみたいな感じの心境になることもなんかよくあったような気がするんですけども、これを今はそれを声に出して、ラジオで喋ればすごい、私なんか喋ってるうちにこう考えが整理されたりとか、
こう気持ちがこう整うみたいな習性があるので、その聞いてくださってる方はいろいろだと思うんですけども、面白いって思う人もいれば、ねえ、なんだろうって思う人もいるかもしれないし、受け取り方はそれぞれだと思うんですけどもね、まあ、お嫌じゃなければ、嫌いじゃなければ、楽しければ、面白ければ、流し聞きでもしていただければいいかなと思います。今日もなんか喋ってるなっていう感じで、気が進めばね、私も気が進んだり、スイッチが入れば喋る感じで、いつも喋れるわけじゃないとは思うんですけれども、喋りたくなったり、スイッチが入った時は喋ろうかなと思うし、すごくこう、やっぱり聞いてもらえると、そう、嬉しいっていうか、一人だって喋っててもちょっと虚しいじゃないですか。でもこう聞いて、みんながこれを聞いてくれてる人がいるって思うと、まあそれはそれでなんかすごい、孤独じゃないっていうか、嬉しいし、何でもこう、言ってくださいねって、何でもこう吐き出してねって、言ってくださって、美淑女様が前に何回か言ってくださったこともあって、すごいああいいんだって思って、話してもいいんだと思ったし、聞いてくれてなんか受け止めてくれるんだと思って、なんか安心しちゃったのでそう、なんかなんてことはない話の時もいいとは思うんですけども、喋りたくなったり、寂しくなって喋りたくなった時は、チューリップラジオを回して、皆さんに聞いていただきたいなと思いました。で、今、昨日からなんかすごい、自分がリラックスして話せる方法を編み出せたので、すごく、焦ることなく、悠々とお話ができて嬉しいなと思って、途中お水やハーブティーやお茶を飲みながら話すこともできるので、今ちょっとお水を飲ませていただきますね。ふう、もう52分ですね。よく一人でこんなに喋れるなって思うんですけれども、ふう、もうそろそろさすがに1時間になるので終わろうかなと思います。歌も歌ったしね。ね、今日はみんなどんな一日だったかな。3連休みんなさんどんな感じだったかなと思います。まあ話したければ教えてもいいよっていう人は教えてください。明日からもう通常運転ですね。前のでも話したけど、王子が本当にあとね、1ヶ月の辛抱ですね。今の願いは一番の願いっていうのかな。王子が本当無事に移動になって、逃げ切れて、4月からね、心機一転で、楽しくね、ストレスが減るといいなと思って、そしたらもっとね、休日も楽しめるし、王子の活力が戻って、ストレスがなくなったら喉の使いもなくなるんじゃないかななんて思っているし、ねえ、それをすごく今、願っているところなので、皆さんも、ね、心の中で一緒に王子が楽になれるように応援していてください。ストレスがなくなって喉の使いもね、なくなって、表情ももうちょっと明るくなって、時々ね、やっぱりこう、ふっとこう、飛んでる時があって、一緒にデートしてても、もうすぐ顔で分かっちゃうんですけど、深刻な顔になる時があって、まあそういう時は仕事のこととか考えてるんだなって思って、で、切り替えがそんなに、私もまあそうなんですけど、王子もあんまり得意じゃないので、あーって、あーごめんごめんってなって、切り替えなきゃとか、今忘れないとみたいな真面目なのでね、そういう感じになるんですけども、まあでもやっぱり考えどうしてもね考えちゃうんでしょうね。なので
よくこう表情がちょっと厳しくなってる時は、まあそういう仕事のこととか考えてる時なのかなっていう感じなんですけども、まあそういうのもね、あんまりなくなって、休日は休日で本当もうちょっとね、楽にリラックスして楽しめるようになれればいいなと思います。環境がちょっと変わってね。なので本当早く、私的にはもう早く1ヶ月経って4月になってほしいなって思ってて、とにかくまあ元気になってもらいたいなと思っています。まあでもなんとかね、メンタルを完全にやられることなく、あと1ヶ月なのでもうカウントダウンかかってるので、本当にね、それで精神やられちゃったりとかしたら大変なのでね、多分1ヶ月なのでね、もう逃げ切れるんじゃないかなと思ってるので、よかったなと思ってね、ほんと早く、3月末ぐらいかな、もう早く分かればいいなと思っています。ね、ほんと男の人はね、まあ、何でもそうだと思うけど、お仕事って、大変ですよね。きっといろいろ人間関係もあるし、そのことそのもの自体も大変だし、ね、私は本当にね、まあ、ある意味ありがたいことに専業主婦をさせてもらって、そういったなんかノルマとか苦しみからはちょっと一歩遠ざかった生活をさせてもらってるので、寂しいとか言いながらもその点はすごくありがたいなって感謝だなと思っています。なのでね、魔王子にも感謝しつつ、ね、楽になれるようにね、サポートして見守りたいなっていうふうに思っております。ね、皆さんもね、いろいろ仕事でいろんなことあって大変だと思うのでね、お疲れ様です。ね、もし、私が作ったお料理とかを直接その食べてもらうとかいうことはできなくて申し訳ないんですけれども、ちょっとでもね、おしゃべりだったりとか、歌だったりとかライブとかでね、ちょっとでも活力になってもらったりとか癒されてくれるんだったらすごく嬉しいなと思っていて、それをこうね、伝えてくださるのもうすごい感謝してるし、それがまた私のすごく活力源になって、心の栄養にもなってて、それでまたみんなの前で話したり歌ったりしようっていう気持ちにまたなれるのでね、ありがとうそれではもう1時間になろうとしているので、このあたりで今日は終わろうと思います。最後まで聞いてくださった方が本当どれぐらいいるのかは謎なんですけれども、まあ気が向いたら喋ってすぐ終わることもあれば長くなることもあって、もう全然読めないんですけども、また気が向いたらやろうと思います。では今日の、おやすみチューリップラジオでした。皆さん今日も一日お疲れ様でございました。明日からまたお仕事の方が多いと思います。まあね、お休みの方ももちろんね、いらっしゃると思うので、お休みの方はゆっくり休んでいただいて、明日からお仕事の方は、またね、気をつけて、頑張っていってらっしゃいっていう感じです。それでは、今日も一日ありがとうございました。お相手は、チューリッププリンセスでした。いつもたくさんの愛をありがとうございます。それではまたおやすみなさい。チューリッププリンセスでした。またねー。